フランシス・アンド・ザ・ライツは、アメリカ合衆国の音楽プロジェクトの名称。フランシス・フェアウェル・スターライトを中心とするプロジェクトであり、ソロ作品においても、他のアーティストの作品に参加する場合でも、フランシス・アンド・ザ・ライツの名称を用いる。アンド・ザ・ライツの名は、ステージの照明とコンピュータ画面の光という二つの意味を持っている。スターライトは、フランシス・アンド・ザ・ライツに、 メンバーは存在せず、自分と自分に関わるすべての人が参加者であると主張している。ドレイクやチャンス・ザ・ラッパーなどのラッパーミュージシャンの作品に参加している。ライブパフォーマンスにおいては、トラックとアシスタント DJ をバックにスターライトのボーカルが展開され、彼がシンセサイザーを披露することもある。2007年に EP、ストライキングでデビュー。2010年、 カナダのラッパー、ドレイクのデビューアルバムに参加し、同年には彼及び MGMT、マークロンソンなどとツアーを行った。2012年にはジェイク・シュライアーによるによる SF a が、ロボットフランクのサウンドトラックを作成する。2016年、チャンス・ザ・ラッパーによるミックステープカラーリングブックに参加。同年、ファーストアルバムフェアウェル。 スターライトをリリースした。リリースは彼らがウィスコンシン州で行われた音楽フェスティバルをクレアーズでライブを行っている中で発表された。サードアルバムである Take Me to the Light は2019年8月にリリースされ、リードトラックである同名曲にはカニエ・ウェストやボニー・ベールが参加している。ありがとうございます。